構内を西防ホームの様子ホーム側から駅舎を望む、改札付近大尾山駅は、神奈川県南足柄市関本にある、伊豆箱根鉄道大尾山線の駅で、当路線の終着駅となっている。駅番号は ID12。島式ホーム一面2線と側線及び車庫を有する地上駅になっている。乗り場は南側が1番線、北側が2番線となっている。線路はいずれも当駅より先には伸びておらず、ホームと垂直に接する形で、西側に駅本屋が建てられている。車庫は構内の北側に位置し、また駅舎の南東側には大尾山線運転区の2階建ての建物が置かれている。駅本屋は1階建てで、内部には待合所と駅事務室とがある。待合所内部には自動券売機2台に加えて自動改札機が3通路分設置されている。社員の配置された直営駅となっている。待合所には以前売店が存在したが閉店し、現在は南足柄市の観光案内所になっている夜間、大白が設定されている。各年度の1日平均乗車人員は下表の通り。周辺は南足柄市の中心部。スーパー、銀行、商店、学習塾などのビルが立ち並び、大遊山線沿線では小田原駅周辺に次いで活気のあるところである。駅名の由来となった大尾山西乗寺へは、駅前からバスを利用する。大晦日から元旦にかけては大尾山線も路線バスも、終夜運転を行う。3社のバスが利用できる。起終点のバスはいずれも駅前ロータリーの乗り場に乗り入れているが、会社により停留所名が異なり、伊豆箱根バスと富士急湘南バスは大尾山駅停留所と呼んでいるのに対し、箱根登山バスは関本停留所となっている。なお、箱根登山バスの関本港バスの行き先表示は関本大尾山駅となっている。新松田駅。富士フイルムサイモンを結ぶ路線はロータリーには入らず、県道74号上の停留所を利用する。ありがとうございます。